悟空さんが天界一武道会のためにあの世から帰ってくるって。そったらビッグニュース、なしてもっと早く言わねえんだよ。よかったな、御殿。弟、まいあの世、あ、優勝、出場め、いい、御殿。待たせたな、御殿。まずは、うん、とりあえず よし、来い。兄ちゃんだけずるい。え、よし、あ、スーパーサイヤ人の壁を越えたスーパーサイヤ人は、才能があるぞ。兄ちゃんびっくりした。What?
かうかしてたらお前たちに追い抜かれちゃうな。ゴテンがスーパーサイヤ人になる。そういう、本当にデートに誘いに来たわけじゃねえべか。違う。よ名簿を見れば。それより、あ、ごめん、そんなことするわけないでしょ。いいだ静かに修行したかった。
やった浮いた。そうかしら。ゴテンはそこまでできれば。また明日も来る。木のことを思う。それとも、いや、そんなことはないけど。じゃあ明日ね。あ、何よ。もっと。え、ショートヘアの方が。うるさいわね。お姉ちゃん。無理をするな、トランクス。部屋から出て行った方がいい。お前にこの150倍の重力はとても無理だ。やっぱりこのままじゃ辛いや。スーパーサイヤ人になろうっと。何？楽ちん楽ちん。あいつ、いつから？冗談じゃない、トランクス。はい。孫悟飯の。はい。まるでどうなってやがるんだ、まったく。やっぱりビーデルさんはただものではなく、10日ほどでかなり自由自在に飛べるようになった。おかげで僕たちはやっとゴテンと2人だけで本格的な修行に入ることができた。お父さんもやってくる。天下一武道会の日は近い。展開修行よし。そして本当にと、武道会も楽しみだけど、お父さんと久しぶりに会えるのはもっと楽しみだな。あれから僕も大きくなったし、驚くだろうな。父さん、
僕って気づかないかもな。髪を伸ばしたクリリンさんとかもね。忘れ物。あ、いたいた。ご飯、遅かったじゃないか。すみません。ところで、すごい人ですね。ほんとね。ああ、鬱陶しい。ミスターサタンだ。ミスターサタンが着いたらしいぞ。ミスターサタンか。地球を救ったヒーローのお出ましらしいぞ。全世界のサタンファンの諸君、お待たせ。すごい人気なのね。あ、ピッコロさんだ。ピッコロさん、お父さん見ませんでしたか？ああ、見ていない。しかしお前、そんな格好で出る気か、ご飯。どうしたんだべか、悟空さは。もう選手の控室に行ってるだべか。へへ、よほー。波乱の天下一武道会、魔導士バビディの暗躍。孫、おい。はあ、結構変わっちまったかな、みんな。でも元気だったか。悟空さん、よう帰ってきたの。孫くん。お父さん。ん？ゴテ、お父さんだぞ。わあ、そっくりだと思ったらオラの子か。なんだゴテ、おめえ恥ずかしいのけ？ゴテにか。いい名前だな。いやー、24時間じゃぞ、よいな。ありがとう、占いババア。それじゃ、私たちはここまでね。みんな、ほどほどにね。はい、それじゃ、行ってきます。なあゴテ、ちょっとこの辺りを探索しようぜ。面白そうだね、行こう行こう。よしゴテ、あっちを見てみようぜ。も出てるし面白そう。あ、ゴテ、見ろよ、いろんな屋台が出てるぜ。うん、
さんに何か買ってもらおうかな。そうだな、まずは一通り見てから決めようぜ。うん、そうしよう。お、あっちはなんだ。やっぱ俺たちも早くみんなと戦いたいよな。兄ちゃんとベジータおじさんには勝てないけどね。まあ大きくなったら勝てるさ。多分あっちを見てみようぜ。やばい、ママたちが俺たちのこと探してるみたいだ。怒ってたら屋台でいろいろ買ってもらえなくなっちゃうよ。よし、まいっ、しょうがないだろ。あ、もうずるいよ。やっと会えたな。うん、僕ちょっとトランクス君とはぐれちゃって。そんなこと言って二人でその辺の屋台とか見て歩いてたんでしょう。え、どうして分かっちゃった。バカゴテン、やっぱりそうだ。そうよトランクス、ごめんなさい。じゃあだな。うん、分かっ。2人ともフラフラとうろついてねえで早く会場に行くだよ。いるな。お集まりの皆さん、それではただいまより天下一武道会の予選を始めます。今大会の参加者数は例年より多くなっております。その中で出場できるのは予選を勝ち抜いたわずか16名の選手ですが、チャンピオンであるミスターサタン氏は無条件で出場できることになっておりますので、残る15名をただいまから選ばせていただきます。
例によって予選は公正を期すためパンチマシンを使って行います。パンチマシンの数値の高い順に15名までが予選を通過できます。パンチマシン？なんだそりゃ。果たしてチャンピオンであるミスターサタンの数値を超える選手が現れるのか、期待してまいりましょう。それでは天下一武道会予選を開始いたします。みんな予選は、こんにちは。あなたが孫悟空さんですね。噂を聞き、ぜひ握手だけでも。あ、よろしく。なるほど、噂通りいい魂をお持ちだ。え？では失礼します。何者だ、孫。分かる、だがオラたちだけが楽勝の試合じゃなくなったっていうことは、この二人では停止だ。なんだあいつら。かくして抽選の結果だが、そして続いて、しかし、そのうちは危険する。え、あ、そうだ、そうか。で、ビーデル選手だ。間違っているかもしれんが、あんたはまさか。何でしょうか。いえ、違いますよ。海王神様だ。海王神。一応黙っていてください。今は知られたくありませんから。4人の海王様の頂点に立つ大海王様。さらに、どうしたピッコロ、あいつがなんか生意気言いやがったんか。ビシッと文句言ってきてやろうか。よせ。え？その続く第三試合でビーデルはスポポビッチと戦っていた。実力は相手を完全に上回っていたビーデルだったが、異常なタフさを見せるスポポビッチに追い詰められていく。自分の能力をはるかに超えた力を持ってしまってるらしい。わかんねえ、どういうことだ。あの野郎、もう十分頑張った。降参しろ、降参するんだビーデルさん。いやだ、絶対降参なんか。フフ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 フ
のクソ野郎。おい、それまずいぞ。落ち着け、ご飯。嫌だ。お遊びはそこまでにしろ、スポポビッチ。我々のするべきことはこんなことではないはずだ。さっさと勝ってしまえ。場外スポポビッチ選手の勝ちです。ビデリさん、スポポビッチ、許さないぞ、貴様だけは。分かったな。担架を呼びましょう。いえ、僕が運びます。あいつをやっつけて。次の試合で勝てば2回戦目はあいつと当たる。わっ、先頭取ってきたぞ。よかった。ビーデルさん、騙されたと思ってこの豆食べてみて。あなたのことだから、きっと何か不思議なことが起こるんでしょう。もう大丈夫。でもしばらくここで休んでた方がいいと思う。ありがとう、ご飯くん。じゃ、みんな待ってるから。頑張ってね、ご飯くん。続いて始まった第4試合。ご飯はキビトと対峙していた。スーパーサイヤ人とやらになるのだ。もしもの場合、本当に私たちの助けとなるのか試してみたい。どうしてスーパーサイヤ人のことを、それに助けになるのかって。そのことはいずれすぐわかる。まずはスーパーサイヤ人の実力を見たいのだ。冗談じゃないですよ。こんなみんなの前でスーパーサイヤ人になんて。なんだよ、なんか話してんな。スーパーサイヤ人になれってさ、あいつ。ご飯！ピッコロさん。なんでピッコロ、なんかあるんか？何かはわからない。だが。ご飯さんを利用させていただきます。申し訳ありません。そして皆さんはこれから何が起こってもしばらく動かないでいただきたいのです。どうかよろしく。何？どういうことだ？わけのわからない奴の言うことなど危険。正体を言え。このお方は海王神様だ。すべての海王様たちの神だ。聞いたことあるぞ、海王様から。海王神、おめえが海王神様か。じゃあ、あんたの希望通りなりますよ。なんでかは知らないけれど、スーパーサイヤ人、おまけにさらにその壁を越えたスーパーサイヤ人にまでなってあげましょうか。何？さらに壁を？つーっ！
まじいエネルギー。あいつだ。変身した。ご飯くんが、まさか。いただくぞ、あのエネルギーを。しっかり抑えろよ、スポポビッチ。うん。来た。なんだ貴様ら。よし、目いっぱいエネルギーは吸い込んだ。行くぞ。まだです。まだ何もしないで。大丈夫。孫悟飯さんはキビトがすぐ元に戻します。これからあの二人に気づかれないようこっそり後をつけます。もしよろしければ私と一緒にあなたたちも来てください。とても助かります。どうするよ、悟空。ほら、ついていくさ。あの海王神様が助かるって言ってんだからよ。それにこうなったわけを絶対知りてえかんな。じゃあ俺も行こうかな。ふざけるな、カカロット。俺たちの対決はどうなったんだ。でもよ、今それどこじゃねえんじゃねえか。ごまかすな。俺は海王神だかなんだか知らないが、あんな奴のことなんかどうでもいい。貴様と一対一の決着をつけたいだけだ。そのためにこんなくだらない大会にまで来たんだぞ。分かった分かった。天下一武道会じゃなくても後で絶対試合してやっか。腐ったれ。貴様は一日しかこの世界にいられないんだろう。だったらおめえもついてこいよ。向こうでやろうぜ。チッ、行くぞ。ファンのこと任して本当にいいんだな。大丈夫だ。孫悟飯を回復させたらすぐに私も行く。多分孫悟飯も行くと思う。くそ。やはり来ていただけましたね。助かります。あなたたちの力も借りなければおそらく勝てない。勝てねえって、あんな二人にか。いいえ、あの二人はただ利用されているだけです。ずる賢い魔導士に。魔導士。はい。地球ではやっと人類が二本の足で歩き始めたほどの昔、宇宙の彼方にビビディという極悪な魔導士がいました。ある日ビビディは偶然からとんでもない怪物を作り出してしまいました。ブーというとてつもなく恐ろしい魔人です。たった数年で何百という星が死の星に変えられてしまいました。魔人ブーの凄まじさは作ったビビディですら手を焼くほどでした。魔人ブーを一時的に封印して動けなくしておいたくらいです。その隙にビビディを倒すことができたのですが、魔導士ビビディには子供がいたのです。親と同じ邪心を持った魔導士バビディが。もういいぞ孫悟飯。治ってる。一緒に来るがいい。何もかも話してやろう。あ、私も一緒に行っていい？いっぱいあるの、知りたいことが。お願い。うん。危なくなったら絶対逃げるって約束できる？うん。わかった。行こう。
魔人ブーですか。なるほど、そんなことが。でもスポポビッチとヤムーは何のために武道会に。長い間封じ込められていた魔人ブーをよみがえらせるためには汚れていない巨大なエネルギーが必要らしい。そこで武道会にあの二人をよこしたのだ。それよりこのスピードでは追いつけない。もう少しスピードを上げるぞ。私にはこれ以上は無理よ。やっぱり帰った方がいいよ。想像よりずっとヤバそうだ。そうするしかなさそうね。残念だけど。でもこれで分かったわ。セルを倒したのは私のパパじゃないわ。あなたたちね。それはやっぱり私だってどう考えてもちょっと変だなって思ってたんだから、これでスッキリしたわ。頑張ってね、ご飯くん。魔導士バビリーってやつを倒してみんなを助けて。うん。死なないでね、ご飯くん。無事帰ってこられたらデートとかしたいから。もういいか。では海王神様たちに追いつくぞ。はい、すみませんでした。
バビディ、どんなやつだろう。よし、急いでお父さんたちに追いつこう。これはすごいぞ。あれ？いえ、あの、何？はい。いえ。はい。スーパーサイヤ人の壁を越えたスーパーサイヤ人。はっ！
We'll be right back.
Thank you.
あれ？いえ、あの、何？いえ、な、え？はい。いえ。はい。Tell me that you love me, even if it's fake.